こんにちは、運営プロデューサーのしめさばです。明日3月25日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからはナラティブダンジョンデュアルブロックバスターが始まります。今回のストーリーは最近のイベントストーリーで定番になってた大学を舞台にしたお話ではありません。エンドレスデュエルとそのオーナーのナタリスにまつわるストーリーになってます。ここでちょっと話がそれるんですけど、こちらのエンドレスデュエルの一番下にカミングスーンっていう枠があります。これをタップするとデュエルアンガルドがうんぬんかんって出るんですけども、これの実装目処が立ちまして、おそらく夏ぐらいまでにはこのデュエルアンガルドが実装できそうな見込みです。今ある3つのデュエルとはまた結構違った形式のデュエルになるので、これも楽しみにしていただきながら、今回のナラティブのストーリーを楽しんでいただければと思います。さて話を戻しまして、今回ナラティブダンジョンなんですが、変更点としてブーストチャイルドが4体になってます。ブーストチャイルドは増えてるんですけども、報酬のコイン量とかのバランスは今までと変わっていないので、ブーストチャイルドを4体編成すれば単純に今までよりもコインを獲得しやすい感じになってます。ちなみに今後も常に4体になるっていうわけじゃなくて、まあ、都度変わるぐらいに捉えていただければと思います。では新チャイルドを紹介していきましょう。まず1体目は古元の学士自生碑です。くそったれ、読んだら狂犬やと思ったか。悪魔はいつもそうや、チャイルド思いやる気がないんちゃ。旦那はんみたいに頼りない悪魔は初めて会うたわ。せやからしょっちゅうサポーターたちに連れ回されてはるんやな。お先真っ暗や。新しい姿の自生碑ですね。京都弁でツインテールの可愛い女の子なんですけども、前は大砲を持っていましたが、今回は楽器を持ってますね。白木琴とか、かやきんとかって呼ばれる、朝鮮半島の伝統的な楽器だそうです。スキルはこんな感じです。光属性の補助型で、スキルチャージ量増加やクールタイムの減少で、光属性の味方の加速に特化しています。ノーマルスキルにあるクールタイム即時終了もうまく使えばスキルの回転率をかなり上げられると思います。リーダーバフ以外にはコンテンツ制限もないので、光属性の加速役としてはかなり強力な選択肢になりそうですね。そして、2体目はエアです。淀む水には塵たまる。流れる水は腐ることなし。流れに身を任せた方がいいわ。あなたも誰かにとっては流れる川に過ぎないのだから。小川のせせらぎが聞こえる。一緒にいる恋は星にチャイルドのダゴンですね。今お見せしてるのは絆解放前の姿なんですけども、絆解放後は股間がねなかなか可愛い感じになっていて、ちょっとここで映すと YouTube さんに怒られそうなので、まあゲーム内で見てみてください。スキルはこんな感じになってます。水属性の攻撃型で、新スキルの反撃耐性はスキルダメージをアップしつつ、反射を無視してダメージを与えられるスキルです。あと重ね掛けができるのも特徴ですね。スライドは2体に2連打と、あと追加ダメージでシンプルですが使いやすいスキルになってます。ドライブには水属性をたくさん編成するとダメージが上がる津波も持ってるので、エンドレスデュエルなどでも活躍しそうですね。アップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。はい、ここからはしめさば雑談コーナーなんですけども、最近初めて MRI を取りまして、脳を取ったんですけど、まあ、すぐにどうこうみたいなのはなくてよかったんですけど、生活習慣病に気をつけなさいみたいな感じで言われちゃって、さすがに危機感が出てきたので、運動を始めました。輪っかを引っ張ったりする棒ゲームで運動してます、家で。まあ、緊急事態宣言解除されましたけど、これからも多分、まあ、あんまり外に出ない感じの生活がスタンダードになると思うので、
まあ皆さんももし運動減っている人がいたら一緒に運動頑張りましょう。それでは、また。